リベンジ催眠術してみようかな。でも使ってたら回復がなできなくなっちゃうからな。そい、うん、そい。お、いいじゃん。楽勝すぎました。レベルの上げとかは全然してないです。無敵のフランクが負けるわけにはいかないんだ。フランキースタイン2号だ。いや、それ殺人兵器ですし。どうしよう。まあ普通に戦うで。蒸気を吐いた。パンチを繰り出した。次回復します。回復。ほい。どういう風にこう戦うんだろう。今持ってんのバットだよね。バットで殴ってんのかな。次回復。あ、大丈夫そう。次回復ね。はい、回復します。結構戦闘のテンポがすごいいいね。で、叩くと。これた、あ、破壊した。ただの子供に破壊される兵器であった。お、いいですね。レベル6になりました。ステータス上がんなかったね。 HP と PP しか。初めて負けた。無敵のフランクもただのフランクになっちまった。お前の知りたがってるジャイアントステップの秘密を教えてやろう。あそこはどうやらある種のパワースポットらしい。特定の人間に何かをもたらすようなエナジーがあるんだ。ただあそこにはパワースポットのエナジーを吸い取った化け物が住み着いちゃってる。中心にたどり着くのは難しい。知ってるのはこれだけ。ありがとうございます。旅芸人の小屋の中。小屋の鍵は、お湯より強いネス。健闘を祈るぜ。あ、象徴が強いのかと思った。あ、しまった。もう一回話しかければよかった。あ、いけない、いけた。こういうのはね、また話せよ。お、またたくましくなったら。え、マジ。なんていうことでしょう。おお、強いやつには優しいと。ハロー。急に話しかけられた。びっくりした。あ、じゃあ話変わってんのかな。こう友好的になってんのかもしんない。乱暴か。L で話しかけんのが。2人しか変わってなかったね。というわけで、町長さんのとこに行ってみようかな。市長さんに、あ、え、お、お勤めご苦労であります。どういうこと？フランコやっつけたから、こいつやるぜみたいな感じになってんのかな。わー、態度が急変してる。ちょっとごめん、通させてほしいな。こっちから行くか。いや。はい。いや。どういう広まり方。はい。ちょっと喋りすぎて。日頃文字読まないんですけど、喋ると疲れちゃって、なかなか全部は読めませんな。なんかやりそうね。ネス君、周りの目が変わっておりますけれども、大丈夫でしょうか。この子話しかけてなかったっぽい。隠れ家の見張りを交代してくれる。隠れ家こっちにあるのかな。何これ、リセットおじさんだっけ。問題なし。話す。モグラ。コツを教えようか。ポイントは戦いに入る前の体の向き。あー、関係あるんだ。やっぱりなんかちょっと思ってたんだよね。自分の背中や横を
敵にタッチされると先制攻撃を許すことになる。そういう時は画面が、いやいや目の前が一瞬赤くなるはずだ。あ、赤くなるの。なるほどね。敵の背中へをこううまくタッチすれば必ずこっちが先制できる。へえ。緑ね。なるほど。やっぱあるんだ。ちょっと思ってたんだよね。あ、こっちからか。その前に、あそこに行こう。トレジャーハンターの人。はい、来ました。さて、うわ、ベッドもボロボロだな。男と見込んで相談したい。地下室を見せてやる。俺と付き合うのが嫌なんだな。顔でわかる。もういい。俺とあんたは所詮他人だ。俺をただあのホラ吹きだと舐めているあんたをびっくりさせてやろうかね。ちょっとマイナス思考すぎますよ。わ、すごい、これ一人で掘ったの？すごい。その努力に感服しますよ。え、お大丈夫？でもね、俺は実はすでにすっごい宝物があるという証拠の品物を見つけてる。あんたには見せてやろう。こっちだ。怖いよ。なになになに、すごい。こんなものが出てしまったらあとはもう時間の問題だ。俺にはここの宝を掘り出すという使命がある。ニンニク食って頑張るぞ。じゃ、仕事の邪魔になるから帰ってくれ。あんただってよからぬことを考えないといけないし。お！ん？何この曲。グッズ。音の石、使う。これ今の集めたやつだから特に意味はない。あ、よからぬこと考えないとも言えないしか。何なんだろう、ちょっとわかんないな。まあ後々何かあるのかな。まあ誰かにね、自分の功績をこう少しでも認めてほしいっていうか、褒めてほしいというか、誰かに見てもらいたいっていう気持ちはあるよね。この実況どうかだってそうだしね。というわけで、そんなことに付き合ったネス君なのでありました。ジャイアントステップに行く前にこの岬っていうとこに行ってみようと思います。岬っていうと崖みたいな感じになってるってこと？おお。プアなあなたもリッチなセカンドハウスを。くちばし岬不動産。ちょっといいでしょこの家。売りますよ。たったの$7,500。うん。はーい、買いまーす。ひどい。お、なんか怪しい人。見晴らしのいい場所でトランペットの練習ができるなんて俺は幸せ者だ。街中に響け俺の美しいメロディー。何の曲だろう。なんか聞いたことあるようなないようなあるようなないようなあるようなって感じだね。これだけかな。なんか通れないかなってちょっとね、ちょっと調べちゃうよね。例えばね、モンスターと戦うとき背中を取ったらさ、緑色の画面になるじゃん。弱かったらこう戦闘に入らず勝てるみたい。いらないや。はい。そっか、もういっぱいなっちゃったか。クッキーはな、ちょっとしか回復しないからね。これ整理整頓できないのかな。というわけでこっち側のジャイアント
ステップに行こうと思います。昔からの旅芸人たちの小屋に市役所が鍵をかけてしまってよ、使えなくなっちまってよ、フランクとかって悪ガキ悪さをするんで閉めちまったらしいんだ。困ったよ。着替えもできやしないしホテルは高いしさ。困るねそれ。小屋の向こうにでっけえ足跡があるらしいんだよ。俺は見てないんだけどね、噂でさ。ドンとエンター。旅芸人の小屋か、扉には鍵がかかっていると。では開けましょう。グッズの使う、おっ、でちょっとボタンを間違えて地図を開いてしまう、すいません。あ、なくなりましたね。おお、まあいいでしょう。というわけで入ります。うわ、なんでこんな宇宙チックな曲なの。え、それ敵？向こう水なめくじ。うわ、向こう水ってなんて言うんだっけ、なんて意味なんだっけ。ちょっとパッと出てこないんだけど、言葉でとして。4匹もいるね。催眠術やめて、危ない危ない。ちょ、避けられ、一番最初避けられたのが良くない。うー、地味に地味に削られてしまう。あ、通れなかった。マジか。だいぶ削る。うお、すごい経験値。回復しまーす。よし、ネズミ前向きに戦います。グレダメネズミ、グレてるらしい。えっち、痛い痛い痛い。スマッシュ多すぎません？スマッシュなの？スマッシュ返しをしてやりました。お、レベル7なった。なんと3アップ、良いですね。ではちょ、回復を。さてど、まあとりあえず見えた穴に入り、お、あー、またなめくじ。おい、違う、アンアリ、アリアリブラック、いいね。わあ、上に増える。2発かかるか。わあ、まだ増える。ライフアップまでするの。やめてください。14、うわ、こういう時に限ってやばいやばい。あー、こういう時に限って何回死ぬねん。はい、それじゃあ開けましょう。スキップサンド、これ売ってたね、お店で。回復する系かな。説明、10秒ほど足取りが軽くなる。へえ、足取りが軽くなる、足が速くなる感じ。うわ、後ろからいっぱい来た、ダメくじが。逃げろ逃げろネズミー。おーっと、どうしよう、ロープで上行く。いや、その前にこっちを調べよう。あ、ハズレっぽい。あー、ハズレっぽいね。というわけで上に行きましょう。あとライフアップアルファは2回しかできないので、あー、後ろ取られた。
もう下手に逃げたらダメだね。はい、行きましょう。あまさかそう来ると思わないじゃん。お、レベル8になりました。なんとはやっぱり、お、え強そうなのってそういうこと、そういうことか。 PK オナズンアルファ思いました言いづら、そういうことか。どうしようかな、ハンバーガー食べようかな。あ若干の後悔はありますけれども、熱だけを使いこなせる必殺 PK、 精神集中による粘動波が敵全体に約50ポイントずつダメージを与える。10PP も使うの全体か。しかもどうよし、では進みましょう。あっ、おお、狩り撃ちにした。あれだね、エンカウントがシンボルエンカウントだといろいろ見てもあれね。あ、こういうのに追加で2人来るんだ。なんかすごくない？なんか風邪薬、なんかなんだろう岩田社長すごいなって思いますね。いやー、 PP なくなりましたね。まあめげずにやっていきたいんですけど、何かいました？今よし、うわー、お、穴がありましたね。お、あ、外に出た。あ、回復はですね、大丈夫です。やったー、これこのシステム超ありがたくない？わあ、リラックス20回復するってことね。じゃあ、あ、またいる、やばくない？やばくない？こんなことあんの？ちょっと待ってね、回復しましょう。こんなことあるんだ、素晴らしい。右上見てください、足跡があります。ビッグフットですかね。まあああいうのって掘ったら作れそうではあるけど。お、レベル9になりました。お、14マップ、お、 HP がもう90になっちゃったんだけど、すごくない？チェック、ハンバーガーいいね。今荷物どんな感じだ？あと1個持てるね。オレンジジュース次飲もうかな。うわー、いっぱい来るよ。オレンジジュース飲む。6か。あっ、今の下向くの間に合ったのかな。お、やった、ラッキー。ハンバーガー3つ、90だよね。まあ23か。大丈夫大丈夫。お、いいね。前向きに戦うといいね、こう短縮。なに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 、チェック、問題なし、よく来た。ここは1番目のお前の場所だ。しかし今は私の場所だ。奪い返せばよい、できるものなら。しまった、回復すればよかった。これは、あー、いるよね、アーリアンブラック。どうしよっかな。アーリアンブラックで呼ばれたら嫌だし。サイマグネットアルファ、え、やめてそういうの。ちょい、吸い取りすぎ。え、アリアンブラックどこにいんの？なんか見えるなとは思ってたんだけど、そう、呼ばなくてよかった。でも、こ
今度こそ一匹だね。はい。あ、いや、ちょ、見てなかった HP。やば。やばーい、見てなかった。もう、おー、ナイスナイス。光のシールド。22。お、いいねー。シールドは消えてなくなった。でもっと消えてたのか、シールドなかったら。やめてください、そういうの。あ、でも1か。お、いいね、いいですね。ほんとね、1もさ、マザー1も、もうスパンにどれだけ助けられたか。すごいね、アリなのにそんなにいっぱい使って。スパンじゃないと壊せないのかな、シールドって。19。まだいける。うっ。9。ちょっと回復しとこうかな。なくなったらあれだし。なくなる前に使う。あ、でもいい回復。次はハンバーグね。19。あ、切れてなくなった。また。どんだけアリなのに。なんその巧みにさ PSI を使いまくってるの。 PSI とはこういうものだよっていうゲームからのお達しなの。お、やったー、ユミン勝ちました。そんなに経験値くれるの。レベル10、 HP1 しか上がんなかった。ヒーリングアルファ、毒回復かな。よし、念のため、ハンバーガーで回復しときましょう。ほい。で、これですか？バースポット。画面がピカピカなってますけど。お？ネスの目に一瞬小さなムク犬の姿が見えた？ネスの持ってる音の石がジャイアントステップの音を記憶した。おお、やりました。チェック、問題なし。パンはないの？パンは自分で帰るしかないのかな。どっかどっかなんかこう密かにロープで待ってっていうのはないと。じゃあ自分の足で帰ります。あ、って回復してんじゃん PP。